布の波の母をひ久しやつ主女神は、日本神話に登場する神。古事記において十七世神の一柱である国津神と、され、阿波賀神社の書物、俗字家大名神元時には、布の波の母地なすやつと、表記されている。母地はオオのの母、大名虫の神の、墓地、大昼目騎神の、木と同じで、孫貴の意、久しやつは、国主の意とする説があり、須佐能の命の、 第一世の子、ヤシマジヌミジが、大国主神の誕生を予期するのと同様に、この神は、大オ,オナチのチノの誕生の前触れに当たるとする説がある。布の波が、含むの五官夫婦と同婚でまだ開ききらない状態、すなわち、つぼみのことを言い、母地は、蒸気と同じく、傍地ととり、布の波のお母地を、くと朱めにかかる微笑とし、くと朱は、国巣で、すは、人の住居のい やつは、主の意として、不信や島地の人の島々の領有者としての、性質と母神器花地流姫の桜の花が散るという、性質を受けて、名義は、将来あるつぼみの基人の、国の住居地の主とする説がある。また、区と主を、国巣、国綱と取り、国土としての中巣あるいは国土を形成している土砂の意とする説がある。この説を受けて、また、布の波を、 ふわふわしたものとし、母地を、餅で支える糸取り、母親、木鼻流美姫とも関連させて、ふわふわした花びらのごとき元書の国土を支える国土の、土砂の神の意として、国土創生に関わらせて返する説がある。津佐能の命から、大国出身までの経図。青は大神、赤は、女神や島地の美人と木鼻流美姫の子で、岡美神の娘日川姫をめとって深淵の水。 夜霊家臣を生んでいる。俗字家大明人元木の系図には、アーサのトと平の地に埋めとって、いわたると奴を生んでいる。ありがとうございます。